こんばんは、見かけたーす。今日はお天気が悪いですね。今3時ぐらいなんですけども、結構雨が降っております。皆さんのところは天気どうですか？雨降ってますか？最近とっても涼しくて過ごしやすくなってきましたね。秋らしくなってきました。昨日もお仕事行ってきたんですけども、先週よりも涼しかったんで、とってもお仕事はかどりましたよ。明日もお仕事頑張りたいと思います。昨日は 19.2 キロ、こちら写真載せとくんですけども、歩いてまいりました。20キロを目標にお仕事行ってるんですけど、800メートル足りなくてちょっと悔しいんで、また水木と20キロ歩くの目指して頑張りたいと思います。それで今日はなんとお家に帰ってきた素敵なプレゼントが届いていました。早速紹介したいと思います。こちらいただきました。ちょっと開けたいと思います。わあ、すごい、たくさん収納できそうだ。持ち手がここにあって、いっぱい入りそう。色もすごい可愛いです。どうもありがとうございます。わあ、いっぱい入る。これを2つ好きのネイルグッズ収納ケースいただきました。どうもありがとうございます。48ボトルこの中に入るみたいです。嬉しいです。これからちょっとただケースにポンって入れてあるんで収納したいと思います。ありがとうございます。嬉しい。ネイルライト用2つの取り外し可能なポーチ付き、大容量、ネイル用品、収納、持ち運び、ケース、いただきました。ありがとうございます。メッセージ紹介したいと思います。ネイルグッズが増えてきたでしょうから、これにしっかり収納してくださいね。浜さん、プレゼントどうもありがとうございます。楽しみに。ここにいただいたネイルマシンも一緒に収納したいと思います。ありがとうございます。嬉しい。それじゃあいつも行きたいと思います。ティブティブ、嬉しい嬉しい、ネイルケース嬉しい、これで分かりやすいです。本当どうもありがとうございます。早速ここに収納したいと思います。ネイルグッズ本当にどうもありがとうございます。大好き、セルフネイルグッズ入れる楽しみりの、楽しみりんだ。これで何があるかが全部わかる。嬉しい嬉しい。ネイル楽しくないそうです。本当どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今夜9時半から大好き味噌汁の具会議しようと思ってますので、お時間ある方ぜひ見に来てくださいね。
それじゃあまた夜に、これ入れたらちょっと動画に写真アップしたいと思います。ありがとうございます。